はいどうも、これからですねロックフィッシュをしに室蘭の方へ行きます。まあ今その行く途中なんですけども、今日は狙うのはアブラコ、ソイ、ガヤっていうまあネギはメインですね。そっちを狙っていきます。でまあその釣り場とても広いんで多分白鳥大橋の下でやることになると思うんで、あそこいいんですよ。穴釣りがあって、で外海にも投げれるし内海にも投げれるし、まあいいとこ取りを取ったようなところでね、まあ、ちょっとトイレがないのが残念なんですけども、テクテク歩いていくし、そう朝からその分風も強いんですけども、まあ今日は一応まあ五分五分晴れ曇りぐらいで、風もまあぐらいなんでね、耐えれるかなと思います。でロックフィッシュしながら投げも1本出しておくかなって感じですね。今春ガレイも多分岸寄りしてると思うんで、ちょうどいい頃合いだと思うんでね。はい、で今回はオモックってやつを作って、昨日の夜自作してですね、そのオモックでちょっと試してみようかなとも思ってます。根掛かり注意ですけどね。はい、ということで、室蘭ロックフィッシュレッツゴー。大橋を降りてすぐ右に曲がると道の駅があります。こちらでトイレを済ませておくと釣り場まで、快適な釣りができるかなと思いますね。で釣り場はすぐそっちですね。あとこっちもポイントがある。パチンティシエリもあるけど、まあ基本的にこっちでも釣れますね。まあ、こんな感じで山々も綺麗でね、本当に、いいですよね本当に。はい、ということでこれからネギを釣りに行きます。さあ釣り場に到着しました。ここからテクテク何分ぐらいだ、5分ぐらい歩いて先端まで行きます。橋も綺麗ですね。波も穏やかです。何これ、土手の赤ちゃん。うわ本当だ、初めて見た土手の赤ちゃん。可愛くね赤ちゃんって言ったら大体可愛いんだけどね地球外生命体だよ。可愛くない赤ちゃん初めて見た。なんか人にバチンって投げてなんか栄養吸収されそう、うん、パラサイトしそうですね。すげー、地球のもんじゃねえ。全然ダメっすね。昼1時寝かかったし、すげえな。なんだ、わお。すげえ。あまりにも釣れなさすぎて地獄谷に来てしまいました。登別温泉です。ロゴが可愛い。登別ジンギスカン。わさびが栽培されてる、すごい。わさびだな。白鳥大橋はやめてこっちの釣り場ポイントに来てみました。さてどうなることやら。釣れるといいですね。全く魚体の生態反応もありません。